安井道富源長元年5月8日は、戦国時代から江戸時代初期にかけての商人。道頓堀の開作者として知られる。本名は安井聖安で、通称は一江門。定発後に道富と名乗る。1533年、誕生。出自については、河内国渋川郡、旧法寺の安井氏と津国住吉郡平野里の姓安志氏の二説がある。 1582年頃、豊臣秀吉から大阪城の外郷を掘削した小炉をおよび、猫間川が市整備に対する省として、城南の地を配慮した。1612年、城南の開発には、河川の掘りのみが必要と考えた道富は、豊臣市の許可を受け、資材を投じて、城南地域中心部の水路の掘りのみに着手した。掘りのみ中の1615年、 大阪夏の陣に巻き込まれ、秀吉の維持、豊臣秀頼に味方して入場、大阪城内で打ち死にした。なお、水路の堀の実は、道富の死後、松平忠明の許可を受けて、道富のいとこの安井久兵衛や平野里の坂上市の、一族の平野当時らが後を継ぎ、同年11月に完成させた。1914年、十五位を追贈された。なお、道富は、 安井貞地のことされるが、安井氏の出身ではなく、聖安氏出身の聖安道富とする見解もある。道頓堀川裁判での佐古経営像による安井家文書などの鑑定では、道富は安井姓ではなく聖安姓であると結論付けられている。聖安氏は、聖意大将軍の大納言、坂の上の田村マロの次男で平野里の開発領主となった。 坂上荒野の子孫と言われる平野氏の七名家の一つである。聖康氏氏から安石になったとするこの説に対して、聖康氏氏は摂津国に重視した氏だが、道富は河内国の出身とされていることから否定する向きもある。しかし、摂津国の南東端に位置する平野郷は河内国に隣接しており、聖康氏,氏の一族である坂上、平野氏は、 河地国にも支配地を持っていたことから、聖安堂富は河地国で生まれた可能性は否定はできない。郷土視野の中には、安石は本願寺の攻撃を受けた際に多くの一族を失い、佐田寺和人が生き残ったものと思われることから経緯がなく、佐田寺に実施ができなかったために、旧法寺から西に蔵造りを挟んで近接する平野座との有力者であった。 生安氏子から養子を迎えたとする説を唱える者もおり、また、貞ダと道富の関係を意図している資料もあることから、貞ダの兄弟が生安氏子に養子に入っていたか、姉妹が嫁いでいたなど、いろいろな可能性を指摘する郷土氏やもいる。しかしながら、道富の出事については明らかにされていない。ありがとうございます。